まあ、いつもは常にこうしてはベストメンバーを組むメルシーノ監督です。田中裕介が追いつきました。中フリーですがクロスヘディングシュート、堀米 J1 初ゴール。いやー素晴らしいカウンターでしたね今ね。見事なカウンター、田中裕介が絡んで最後は堀米。今このシーン全部神戸の選手が自分のゴール向いて戻ってるところのスペースのところに堀米がうまく入ってきました。ここで、相手の前、橋本の前に入ってきました。田中裕介もいいボールだったねこれね。いや素晴らしいゴールですよ。